ミルクサッカーアカレビ井上でございます。ノーミルク佐藤です。ぜひぜひ教えてくださいね。よろしくお願いします。はい、ます今日はこちらですね。どんでた何やらセレッソ大阪にいろんな変化がということで、らららら坂本選手がベルギーのオーステンで、そして西川選手がトスに行く<ー>みたいな話がとあ。知らなかった。えそうなんですよ。はい,はい,はい、はい、これあの、12月28日の我々ね、はいはい、あの、ま、3時4時頃撮ってるんですけど、はい まあそれ、これ夜に出てるかなという感じではあると思うんですが、うん、え、朝ですね、なんかそんな感じの噂というか新聞報道がありましてというところで、でうん、で思えば、2、3週間までから指示終わった直後ぐらいに、坂本選手とか瀬古選手とかに関しては、今、あの、残留の要請というか、をしてるみたいな。いはい、そうそうそう、そういう話はあったんだけど、ってことはその段階で、やっぱりいろんなところからオファーは来てたんじゃないかってことは推察できるのかなというところですね。です、うん、ね。はあ。 ってことで、はい、まあ、セレッソの、まあ、今のこのね、オフの状況を振り返りながら、はい、坂本選手が、坂本選手を、オーステンデがなんで取ろうとしてるのかっていうところと、うん、あと、西川選手がとスってことで、うん、なんでなのっていうところも、ちょっと今日はやっていきたいと思います。うん、よろしくお願いします。はい、それではまず、セレッソのメンバー確認からいきましょう。はい、オフこんな感じになっております。はい、ドンと。はい,は,いはい、はい、はい。こんな感じですね。はい。 まあ、いわゆるアウトの方がめちゃくちゃ今多いっていう状況ではあるんですが、うんカップ戦とかもいろいろ戦ってたのもあるとは思うんですけど、はいはい、あと、いわゆる何人か規定路線の方いたと思うんですよ、あの大久保さんの引退とかね、はい、含めて、ただ、思えば完全移籍でこう出られた方が今のところでも結構多くて、うんえー、京都に豊川裕太選手、フォワードあ。そうですよね。そうなんですとか、あとはボランチの藤田選手が、はい、トスに取られたと。 入、はい、っただとか、はいはい、あとは小池選手がサイドバックね、が、うん、マリノス行ったりだとかってこともあったり、えー、あとはレンタルで出てた選手が結構ちらほらとそのままで感染遺跡になったりだとかとかでアウトすることが今のところ多い状態になって 代わりに今入って確定になってるのが、ユースから昇格の岡澤選手に加えて、岡山からやってきた上城選手、うんはい、長崎からやってきたク熊選手に浦和からやってきた山中選手と、ね、合計4人という形なんですよね。だからアウトがいっぱいいるものの、インがあんまりないっていう状態で、うん、ちょっと今セレッソのファンの方々ですこれは焼きもきする状態ですよね,ね。そうなんですよ。はい、そんなところですよ、まさに。アウトの話なのこれ。 そうですここの今、水色になってる方々、高畑、はい、さんと千谷子さんはオファーがあり次第は別にあの売却 OK っていうのがチーム内でもあのクリアになってる状態で、はいはい、で松原選手はそもそもレ,レンタルで来てる選手なので一旦水色と。はい、でそれ以外で今回上がったのが坂本選手と西川選手ということで、うんうん、そうなんです今日はこの2人についてやっていきたいなと思っておりますと。うん 一応その代わり、先りなんですけども、あの坂本選手、西川選手って、この右のアウトサイドの2人がこういなくなっちゃうよっていう状態なので、はい、その代わりに今、入りようとされてるのが、山形の中原光選手。うん、まあ、坂本選手は完全にお結構同じタイプ、同い年っていうところもあったりします同じ仕事してましたね。 そうなんですよ。かっ得意な人でしょそうなんですよ。ちなみに驚いたのが同じ日なんですけど、ブルーのメンデスさんもう一回撮ろうっていう話が上がってるそうです。そんなこともあるみたいです。という感じですね。またこの報道ね、そのうちまた上がってくると思うんで、それはまた続報どっかやりたいと思います。なるほどね。じゃあ、まあ、ある。そうなんです。 そうなんです。気になりますね。なんか、ケイユさんにとってもなんか、昨日、今日とか北海道行ってらっしゃったみたいな話も上がってたりするので。ら、なか、手掛かりが。何のんだうな。こうことなか。そう、わからないなと思うんですね。ということで、じゃあ、ともかく、坂本選手に対して、なんで、ベルギーのその、オーステンデというチームが、あの、オファーを仕掛けてきたのかってところを、え話していきたいと思います。こちらでございます。ドン はい、えこちらね、あのカラーリング、そういえば買い忘れていたなって今思い出しましたけれども、うんはい、え左側のメンバーっていうのが、はい、あれです、オーステンでのメンバーという形になっておりますと。うんうん、であの、それぞれね、あのスタメンだよって方々は、ちょっと本当の大きさちょっと大きくしたりだとか、あ,<ー>はい、あとは選手名の隣に、なんか20とか25とか書いてある方々っていうのは、これ、選手の,あの年齢となっております。はい、いや若いですね。 そのセンターバックの真ん中の選手と、うん、あとはゴールキーパーのウベールさん以外は、基本的にみんな若いって感じのチームになってるんですね。ちなみに、ただなんですけど、このオーステンデというチームなんですが、うん、あの現在、ちょっと順位表的にはっていうところが実はありまして、今朝ね、あの町田光輝選手のご紹介させていただいたんですけど、そうなんです。サンジロワーズは,い、ーズは18チーム中の今、1位というのがあ,、ね、あるんですなのに ただ、オーステンではこのちょっと苦しんでるところがありまして、うん、18チーム中の今、14位という形になっておりますと。なんで、新、ま、と、あ、ト,トロイデンあたりとまあ残留争いみたいな感じになるかなという。新とトロイデンもそんな良くないんですか、今、うん。そうなんですよね。という感じ頑張ってますけどね そうなんですよ。うんうん、ま、ただちょっとなかなかね、あの、開幕のところ、やっぱ補強とかのところがいろいろ出遅れたのもあってっていう、開幕のね、はあはあ、スタートダッシ切れなかったのも大きかったかなと思いますけど。うんうん、ただ、ちょっと見ていただきたいんですよ、皆さん。うんうん、ま、このチーム、この352みたいなものとか、4つぐらいフォーメーションはあったりするんですけど、うんうん、実はですね、あの、大きな問題、まず1つ目、抱えているところがあります。はい,はい。はい。それがですね、あの、フォワード2人、2> うん、ゲイエさんとアンブローズさん。はい。この2人以外の得点源がありません。うん。うん もうあの本当にない。この方々以外はあの、次の方も2点とかしかないので、シーズン。っていうところで、うんえー、いわゆる第3の得点源を欲しがっているってところはありそうです。なるほど、うん。で、プラスちょっとこのチーム、他のチームに比べて、あらと思うことがあるのが、はいはい、アシストが少ない、はああ。僕もちょっと全部のゴール見てるわけじゃない、なんとも言えないですけど、いはいはい、そう、だから要は、 スルーパスとか、クロスとかでアシスター特定、うん、あの、なんだろう、スコアラーじゃないですか。はい、なんだけど、何かしら他の方々敵に当たっちゃってこぼれ球を決めてるとか、うそういうことが多いのかなってのはちょっと気になるところなんですよね。うんはい、で、ここでさらに気になるのがなんですけど、はい、坂本選手はこの右のアウトサイドにおそらく入ると思うんですが、はいはい、ちょっと皆さん見ていただきたい、この右のアウトサイドのこの黄色くなってる人、うんうん、ワイリン選手、18です。わかっ。 というか、今、日本で言ったら、高三です。わかはい。っていうかね、受験、で休むんですか違うんですてだから呼ぶんじゃないのあのね、ワイリンさんは、プロ契約してません。へぇー。要はですね、右いないんです。はい。いないので、ユースから昇格みたいな状態になってるんです。そういうことの、臨時のワイリンちゃんなのね。そうなんですよ。はいはいはい。しかも、ちょっと最悪なのが最近、あの、要は、 怪我だったり、あと、もともとここのポジションとかにも人いたんですけど、遺跡とかもいろいろあったりとかしたりとか、あと、ちょっとファウル数が多くて、あの、カードでね、サスペンションでいないとかってことが結構多くて、どっかのポジションが結構誰かいっつもいないんですよ。なるほど。 だから3バックと4バックも併用してるんですけど、それはなんでかっていうと、センターバックも実はこのメドレー、オシフォー、タンゲ、フォンテ、ヤケルってこの5人しかいなくて、このうち1人いなくなると、3バックできないから4バックやるとか<ー>。<laughs> なるほど。そうなんですよあ。あ紅白戦とかってなるとできないってこと そうなんでですよ<ー>でだから、フォーバックやるってなると、今度、右のアズサイでいなくて、このワイリンクがもともと右サイドバックなので、落ちてくるしかなくて、他の人がとりあえず右サイドハーフやらなきゃいけないみたいな状態なんですよ。ああ、そっか,、ね、か、苦しい大所事情だったわけですね。うん、そうですね。うんうん、っていうところから、ドリブラーカットインタイプのってことで、坂本選手にまあ目がついてきたのかなってところはあったりするので、うん。うん、もうでもね、この間のサバアカのラジオでもね、おっしゃってましたけど、すぐ日本に白羽のが立つ時代なんですね。えーえー そうなんですよね、うん、そうなんですよね、うん、やっぱりドリブラーっていうところの項目で、世界中から今、フリーとかの移籍可能な人とかっていうところ、なんとなくパーって僕も検索かけてみたんですけど、やっぱりね、あの金子拓郎選手、札幌とか、坂本選手とか、あとそれこそ山形の中原選手とかっていうのはやっぱ普通に上がってきてたので、うん、はそれでその中でヒットするわけですか。いそ,そういういことですね はい。マニブリンムも含むってことでしょそうですね。しかも、このメンバーなので、ほとんどが正直20代前半じゃないですか。だから正直25以上の、例えば移籍金めっちゃかかりそうな人とかってことまで、うろってことはこのチームないでしょと考えても。ああ、じゃちょうどよかったってことそう。で、おそらくカットインタイプが欲しがってる右の。だから伊藤淳也選手とかもこれ入ってこないなっていうところもあるから、で、検索していくと多分ね、このオーステンデってチーム話しかけられる選手20人ぐらいしかいなかったんじゃないかなと思います。全世界で。ああ、なるほど。うん。 その中に引っかかったのが、そうそう、あらゆる検索方法で。アトイン侍が選ばれたわけね。っていうことですよ。何話の。何話の。そういうことでございましたと。まあでも、セレッソとしてはね、話したくないですけどね。けどね。まあでもね、あの、実は坂本選手、来月の末で契約切れるんですよ、本当は。はい。1月末。でも、おそらく移籍ってことになれば、多分1月頭とかには決まると思うので、 移籍金これかかりますから、入ってきますから、セレッソに。やりましたね、これは。ありがたい話で。てくれるってことですね。そういうことでいはいはいはい。っていう感じになるよと。で、もう一つ、西川純選手の話もいきましょう。こちらでございます。ここだ、トスでございます。はい。こちらも最初のセレッソと同じで、青の方が移籍の確定アウト、赤の方が移籍の確定インということになっておりますが、いや同日にですね、まーさん、皆さん、もう一人移籍が、一人移籍が発表されました、トス。はい。 ワードの欄ご覧ください出た柿田選手、あらー鹿島から徳島,、えー、徳島へのレンタルは終わり、はい、次新たに鳥栖へのレンタルということそうですか,、うん、だかもしかすると、こう見てみるとこの、あのー、オフシーズンで、あのー、樋口雄太選手が鳥栖から鹿島行ったとこあったんですけど、はい、もしかしたらちょっとトレードっぽい感じのあれでもあったりするのかななんてのもなんかあったりするかもしれないなと一応、レンタルではありますね。はい で、一応西川選手もという話が上がってるんですけど、はい、でもなんかこれによってで、皆さんちょっと見ていただきたいのが、やっぱ前回のこうね、山下さん、酒井さん、仙藤さん、樋口さん、白崎さん、大畑さんとか抜けて、サッカーがね、結構。ね、はい、で、夏にほら、松岡さんとか林大地さんとか抜けたけど、そうですよ,よく考えてみると、はい、秋田さん入るし、大卒のルーキーフォワードもオレンジのとこ、これ3人入るし、うんうん で元々トス知ってるキャプテン経験者の福田藤田の二人が入ってきて、で、西川さんが一人使えそう。うん、で、しかもこの西川さんのポジションはもと樋口優太選手やってましたから、うん、左利きのアタッカー系ですからね。行、うん、ったりハマるし、<は>で、本当に大事なタスク量の多い、右のウィングバックや左のウィングバック、そしてディフェンダーのところは、メンバーゴールキーパーもですけど、そう、今のとこ変わってないんで、あれいけちゃう。<ら> ところ、年俸とかを、とっさはギュッと落とした上で、はい、で、必要なところはレンタルで借り受け、新卒で取り、それでいていろんな選手を完全遺跡で出した。うん、これはだいぶうまくいってないっていう。ういうなるほどね。うん。計算的に。西川さん、あるのならレンタルってこと レンタルなると思われますね同カテゴリーなんで育成レンタルではないですけれどもおそらくセレッソ戦は出れないのかもしれないですけどまあでもね12分のメンバー揃ってるなってところがありますからこれはもちろんまあこのトスのねご事情ももちろんなるほどって思うんですけどええちょっとまあさ皆さんもう一回セレッソに戻ってもいいですかこちらご覧いただきましょうドンとただですねこれ実は見る若でも以前に一回話してることがあるんですけど 仮にここ、あの、坂本選手、西川選手がいる状態で考えてもなんですが、はいはい、まあ、この、セレスソってもうずっとこの442でやってるじゃないですか。2>, はい、2列目、うん、来年 ACL やるわけじゃないのに、<あ>7人ってはちゃめちゃに多いんですよ。ねはい、5人か6人なんですよ、やっぱり普通で考えると。j のレベルで考えても。はーはーはー しかも坂本さん出るの代わりにもう中原さんを取ろうとしている、うん、なんなら香川選手来るかもしれないってなったら、うん、結局西川選手、坂本選手両方抜けたとしても結局7人維持なのでまだ多いんです、うん、なるほど。そう。で、しかも、こちらね、山田選手や上条選手、なんなら松田選手も2列目できる方々が揃ってるので、うんうんね、まだ移籍があってもおかしくはないよっていうぐらいの。まあまあ、その、スター候補と目されてた2人だけにね、そうなんですよね。西川、まあ、さんはレンタルにしてもか。 でもね、やっぱね、セレッソで、そうなんだよね、そうなんだよ。あと、しかもほかで言ったらね、まさは皆さん、この2列目、じゃあ7人だら10人だら、今のところなりそうって言っときながら、フォワードは今のところね、メンデスさん、杉本さん、雇用でも5、6人だし、ボランチ、運動量のあるボランチのポジションは4人しかおらず。 ヒーパーに至っては、現状ちゃんと登録されてるセレスト本所属の人って、キム・ジンヒョンさんしかいない状況なので、うん。まあね、鉄人とはいえってことだもんね。何があるか分かんないもんね。そうですね。うん、なので、補強ポイントはそっちだよねって話になってくるから、うんね、っていうところもあるのかなと思われます。うんうんはい という感じでございましたと。よくわかりました。ね、ありがとうございました。いや動きますね。これもう年もね、終わろうかという時にですね。ねえ。これだから、うわーと思ってる方もいらっしゃるでしょうけどもね。きっとね。ものも残すし、また帰ってくるしっていうことでしょ。まあそうですね。うんうん まあまだまだまあわからない年末年始にかけてねえ、はいろいろ動きはあると思いますけれども、うん、まあそれ含めてねえ来季がどうなるのかなっていろいろね妄想しながら楽しんでいきましょうとありがとうございます <laughs> というこありがとうございましたでございますミルワカミルクサッカーアカデミー毎日ねサッカーをもっと楽しく見るためにということでねえ <laughs> 出させてもらってます今日はセレッソチーティー先生に伺ってまいりましたということでございましてチャンネル登録そしてねえー、ちょっとこの動画良かったよっていう方、えー、高評価ボタンで応援していただけるとお気持ちになりますのでよろしくお願いしますそれでは毎日やってます明日またお会いしましょう井上まで。 ノーミルク佐藤でしたございました。ありがとうございました。した失礼します。良い,い,い日をお過ごしください。